このね、タトゥーというのは、まあこの掘った後にね、まあ一週間ぐらいすると、かさぶたであったりして古い皮がね、脱皮するんですよ。古い皮が落ちて、新しくそのタトゥーが入った、定着した皮膚が、その奥から現れるというね。その、小さな死と再生が、この皮膚の面上で、こう、表される行為でもあるんですよ。そのタトゥーがね、仕上がって脱皮して、新しくタトゥーが入った皮膚が現れるというのが、この小さな生まれ変わりでもあって、そういった面から、人々のその再生を祈る気持ちに応える構図、精神構造があるということですよね。多くの場合ね、この古代社会において行われているタトゥーとかは、やっぱ通過儀礼的な捉え方をね、される場合とかも多いんですけど、通過儀礼って何なのかというと、要は子供が大人になるという、その狭間の儀式ですよね。で、その狭間の儀式として、タトゥーというのは多くの部族に取り上げられてっていうか、まあ採用されているわけなんですけど、それはなぜかというと、やはりそこで小さく死んで小さく生き返るという、その人生はね、本当に大きな死とかがやってくるわけなんだけども、それの予行演習的な、そういう精神の力学があるから、タトゥーがその通過儀礼に取り入れられてるんじゃないかなと、相性がいいんじゃないかなと思いますね。